きょう開会した香川県議会では、過去20年で3番目の規模となる総額およそ4866億円の新年度一般会計当初予算案など、47議案が提案されました。経済と財政の好循環を生み出し、香川の未来を次の世代につなげていくための予算として、編成を行ったところでございます。 池田知事が力を入れる少子化対策にはおよそ24億円が計上され産後ケアの利用料の補助や子育ての相談を受け付ける香川子育てステーションの設置費用に充てますまた企業の誘致に向けて大規模なデータセンターや賃借型の物流拠点施設を整備する費用を助成します 2月定例県議会は今月21日に代表質問が行われ、来月19日に閉会する予定です。